テンプレート、ナサ出展の名器変温動物とは、外部の温度により体温が変化する動物のことを指す。かつては、冷血動物とも呼ばれた。対義語は、高温動物。しかし現代では、動物の体温制御が種によって多様であることが発見され、高温動物と変温動物の二つに分けられるという考えは、誤りであることが分かったため、 これらの子は科学的には使われなくなってきている。爬虫類、魚類や昆虫などが代表として挙げられる。ただし、変温動物と高温動物の体温調節能力は連続的、段階的であり、厳密にに分類できるものではない。例えばミツバチでは密集して、飛翔筋を運動させることで熱を発生させ、巣の温度を調節することでほぼ一定の体温を保つことができる。 巨類では、マグロやカジキ等が、肝と呼ばれる特殊な血管構造によって高い、体温と運動能力を確保している。これらは、高温動物とされることも、変温動物とされることもある。また、ハチドリ、カッコウ、ナマケモノ、裸デバネズミのように哺乳類や鳥類に属する、生物でも、必ずしも高温動物とは言えない、体温調節をするものがある。 変温動物は高温動物のように自力で体温を安定的に保つことができず、外気温や水温などに体温が影響を受けやすい動物と考えられる。体温調節のために自身で能動的に散熱するのではなく日光などの外部の熱エネルギーを利用する。例えばトカゲ類では、まず日光浴をして体温を上げ、その後に活動に入るものがある。一般に、 摂氏30度以下の温度に活動適温がある。しかし、変温動物だからといって、呼吸により発熱しないわけではない。筋肉や神経組織の活動などにより、周囲の温度よりは高い体温を持つ場合が普通である。変温動物は、周囲の温度が下がると活動できなくなるとよく言われるが、これは必ずしも正しくない。山カガエルや日本アカガエルには、 伝統期に繁殖、産卵を行うものが存在し、これらが、その活動を行う時の周囲の気温は、摂取5度程度かそれ以下である。北米のブランディングガメやウシガエルのオタマジャクシ、ワカサギなど氷の張った水中でも活動を行う、平ン動物は多い。冬ジャクは、摂氏0度以下でも、活発に飛び回り、氷河ゆすりかや、石形ワゲラは、摂氏0度以下で活動し、 人間の手に乗せられれば熱死してしまう。また、ヤンマやスズメガのように幼虫は典型的な変温動物、成虫は活動時体温をほぼ保つイオン性の高温動物として振る舞うものもある。変温動物は必要がないときは外気温と同程度の体温でいるためエネルギー消費はかなり少ない。また、体温が多少変動しても正常な活動ができる。 能力があるということでもある。これに対して、多くの高温動物の体温は下げられず、常に安定した体温を維持し続ける。それによって、行動能力を高く維持できるが多量の餌を消費する。リスクを負う。ありがとうございます。